はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。もうここしばらくユージャム防具にハマってる村長です。今日はこの防具を使った楽曲制作の天王山とでも言えるかもしれません。メロダインと連携して楽曲制作をする方法をお伝えしていきたいと思います。そうは言えども楽曲構成はとってもシンプルな上にありますようなCAmFG7 なんていうようないつもの簡単なサンプルだということはお許しください。それでは実際作っていきます。スタジオワンユーザーもしくはコードトラックから和音を展開できるそういう人はこのコードトラックを全部選択しましてバーチャルピアニストボーグのトラックにドラッグします。これがどうしてもできない方は簡単に白玉和音を打ち込んでください。そしてスタジオ1の方には特殊なボタンがあります。それはここのボタンです。多分スタジオ1ユーザーしか出ていないと思うんですね。これはこのように和音を打つまでもなく MIDI が書かれていない状態ででもボーグは音を奏でることができます。はい、こんな感じに弾けるわけです。でも、このボタンを消しておくと音は鳴りません。でも、この方法の方が使い勝手はいいと思います。ですから、この状態でもう一度ここを選択しまして、そして和音を出します。確認のために弾いてみましょう。はい。このように演奏ができるわけです。そこで、この演奏自身を他の音源で鳴らしたい。もしくは、ここからもっと細かく編集をしたいという方がおられると思います。UJAM の方では、この左の方の C2 からのキースイッチエリアをこのようにドラッグすると、MIDI のフレーズがこのように展開できるようになっています。ドラッグドロップでこのように書けるということです。この方式を使ったとしましたら、このようなやり方ができます。これを複製します。そうしましたら、ここに音源を当てはめます。無料の沼プレイヤーを入れました。少し変わったエレピの音にしてみましょう。はい。ただし、今ドラッグしたのは C のキーで弾かれた部分だけですので、これを鳴らしてみると、こんな結果になります。はい、こんな感じになるわけですね。これをちゃんと正確にやる方法としましては、インスペクターを出しまして、そしてコードに従う。これをやれば、このように音が鳴るようになります。ちょっとボリュームを上げておきましょう。はい。そして今はパラレルという方式にしましたが、これをナローにしましたら、こういう風になります。はい。これは展開コードで弾くということです。そして、ベースを選択しましたら、低域はルート音を押すようになります。はい。コード感がいいですが、G7 だけちょっと違和感のある音色になりました。ですから、ここは僕はナローにすることが多いです。こういうことですね。まあ、これは一つの事例としまして、
この方法でも他のソフトに持っていけるということが理解できたと思います。でもこれはまあレベルで言えば中級というふうに考えていただいた方がいいんではないでしょうか。もっと便利に使っていく方法があります。一旦これは削除しておきます。それではもう一度この防具のところに戻ります。これで仕上げというのではなくって、ここにキースイッチを足していって、さらに演奏に幅を持たせたいと思います。ちょっと広げておきます。これからやることは、この一番下の1オクターブを使って、いろんなバリエーションを切り替えていって、これにキースイッチだけの録音をしていこうというわけです。録音モードにします。そして今手が見えていると思いますが、ここのオクターブでいろんなバリエーションを付け加えていきます。一応メトロノームを入れて、そしてプレロールを1小節に設定しました。このように録音ができました。見てみてください。画面の一番下の方に入れたキースイッチ、スタジオワンではサウンドバリエーションと呼んでいますが、このように演奏ができたわけです。サウンドバリエーションはこの下で見にくいときは、上側ででも表示することができます。このアイコンをクリックしまして、バリエーションというのを選びますと、上にこのように出てきます。これで僕がどこで押したかというのがわかります。若干ずれているときは修正をすることもできます。例えば編集しやすいように高くしました。通常他の DAW ではここに赤いエリアがありますよね。ここに書き込まれることになります。僕はちょっと早めのタイミングで押したりしてますので、こういうふうに変更を加えていくこともできますが、タイミングが先押しであれば、遅れるよりはマシでしてですね、ちょっと早めにこのようになっておりますので、これは無理に編集をする必要もない。そう思っていただくといいと思います。そうしまして、これでバリエーションができました。じゃあもう一度再生してみましょう。こういう風になったわけです。でも最後白玉でジャーンとかそんな風に終わりたいと思う時がありますよね。その時はここでサウンドバリエーションを手動で変えればいいと思います。ここをダブルクリックしますとこのようにサウンドバリエーションが出てきますのでここでストップをかけます。そうするとこんな感じに終わることができます。ちょっと早いでしたね。もう少し後にしたいと思います。はい。まあ、エンディングとまでは言えませんが、終わった感じがある処理は、このように最後、じゃーんと終わるというのもワンパターンですが、これもありかなというふうに思います。そしてここまでできましたら、さらにバリエーションを広げていきたいと思います。そのバリエーションというのは、一つは装飾音符を少し付加するような機能です。もう一度キーボードを表示します。ここにモッドホイールがありますが、このモッドホイールを動かすことによって、さらに細かなニュアンスをつけることができます。もう一度レコーディングをしたいと思います。ここでモッドホイールが動いているのを確認できますでしょうか。この機能はビジネスと呼んでおりまして、いわゆるちょっとせわしなく音符が付加されるということになります。
ちょっとやってみましょう。このようにモッドホイールを入れてみました。ここでモジュレーションを見てください。このようにモジュレーションが書き込まれたわけです。このモジュレーションにより、より複雑なバリエーションを追加できることになります。そして今度はオートメーションをやっていきたいと思います。オートメーションはこの低域を増やすこのパラメーターですね。はい、今動いてますけれども、このパラメーターと広域成分をどこまで出すかというこのパラメーター。そして全体的なボリューム感。これはあまり大きく触ることはないと思いますが、これですね。そしてその次はダーク&ライト。ダーク&ライトというのはここです。はい。一応真ん中からスタートしたいと思います。一緒に動かすのというのはとっても大変ですので、一つ一つやっていきたいと思います。じゃあ、ここをタッチに変えます。タッチの場合は、パラメーターを動かして離すと元に戻るという、そういうパラメーターです。じゃあ、これで書いていきましょう。録音モードにする必要はありません。再生をするだけでいいわけです。じゃあ、書き込んでいきますね。はい。このように書き込めました。次はボリュームですけれども、これは微妙なほどにだけにしておきます。ちょっと初めは低いところから始めようと思います。ボリュームはタッチよりラッチの方がうまく書けますね。じゃあもう一度やり直します。はい。そして今度はレフトとライト。いわゆるレフトというのは低域です。低域をより増やしたり減らしたりしながらオートメーションを書き込みます。今度は右側です。ちょっと盛り上がるところで高音成分を多くします。はい。このように低域、高域、そしていろんなバリエーションを今回は、デモですので、ある意味適当ですけれども、ありとあらゆるバリエーションを設定してみました。これでどうなるか、ここからが本題です。ソフトを持っていないとできない話になります。それはメロダインとの連携です。ここでこのトラックを一旦オーディオに変換したいと思います。このようにオーディオトラックに切り替わりました。そしてこれにメロダインをかけます。はい、メロダインがかかりました。そしてこれをこの沼プレイヤーのところにドラッグします。一旦これを削除します。
スタジオ1ではこのように下に引っ張るだけでこれがミディフレーズになります。案外正確にこのように表現できます。そこでもうこの音にはいろんなバリエーションが加わっておりますので、これで沼プレイヤーでの音を聞いてみましょう。はい。例えば、もっと違う音で鳴らしてみましょう。これを、そうですね、マリンバで鳴らしてみましょうか。マリンバの音に切り替えます。はい。ちょっともたついたようになってますよね。これはメロダインからミディへの変換が少しまずかったんだと思います。こういう場合は16部でクオンタイズをかけます。これできっちり16部でかかっていますので、先ほどよりは良くなると思います。はい。16部だったらまだどうかな ?8 部にしたらどうなるでしょうか。はい。これの方がいいですね。このようにしてフレーズを他の音源ででもできるようにするのにはもう一度おさらいをしますが、ボーグでいろんなバリエーションをつけたりして完成品を作ります。その上でそれをオーディオ化、バウンズですね。いろいろ DAW によって呼び方は違いますが、いわゆるオーディオ化をして、そしてそれにメロダインをかける。メロダインをかけたらメロダインからミディを作る。そのミディを他の楽器で演奏させるということです。これも一応アコースティックピアノで鳴らしてみておきましょう。マリンバの方を切りまして、アコースティックピアノで演奏します。こんな感じでいろんな音源に展開して使ってみてください。後半部分はメロダインエディター以上を持っていないとできないことでしたけれども、前半部分は皆さんどの方もできるテクニックでしたので、オートメーションを使ったり、キースイッチをうまく使って、よりオリジナリティのある楽曲制作にお役立てください。村長スタジオでした。